ハロー YouTube。 はい、ちょっとモノマネしてみました。というところで、今日はですね、里崎どこでやってんだというところですけども、車の中です。今日はですね、月曜日、今ですねバスケット B リーグの、島田チェアマンと対談がありまして、その内容はですねまた近々、Twitter の方で告知していきますので、ぜひチェックしてもらいたいと思います。それでですね、夕方から毎週月曜日ベイ FM ザベイラインをですね4時からやってて、3時入りですけども、ちょっと時間が空いてるというところで、あ、そうだと、 YouTube 車の中で初めてどんなものか撮ってみようというところで、今日は車の中で撮ってみようと思います。どうですか、いけてますか。ハロー YouTube っていう方も車の中で撮ってたりするんで、ちょこちょこ見てますけど、今回新たな試みで暇な時間に YouTube を撮るっていうのをねやっていきます。まあ、暇な時間っていうかね、時間の有効活用ですね。はい、というところで今日はですね、今日行われているトライアウトについて、ちょっと語っていきたいと思いますけども、プロ野球はね、今戦力外通達の期間が、決まってですね、まあそこで通達されていくわけですけども、まあ今回はね、ちょっとコロナ禍で、今年はちょっとイレギュラーで、日数もちょっと若干違うところはありますけども、まあこのトライアウト終わってからじゃないと、戦力外通告を受けた選手たちと、契約、正式に契約できないっていう、まあルールがありましてですね、この今回の第1回目の合同トライアウトが終わってから、12球団戦力外になった選手たち、もしくは去年、以前に、戦力外になった選手たちが12球団と、契約していくっていう形になってくると思いますけども、まあ、基本的にですね、このトライアウト、の中でピッチャー、バッター、成績、残念ながらほぼ関係ないです。いつもね、年末に、の戦力外通告の男たちみたいなね、番組やってますけども、まあ、その中でね、一喜一憂、何本打ったのに電話かかってこないとか、どれだけ高騰したのに連絡が来ないっていうね、選手たちの映像が出たりしますけども、基本的にトライアウトの成績は、まあ、全く関係ないとは言わないですけども、ほぼ関係ないです。それはなんでかね、それ今ちょっと説明したいと思いますけども、まあもう聞いたねことある人もいるかもわかんないですけども、そもそもですね、12球団の編成を担当している方々は1年間その選手たちが所属しているチームの1軍2軍はしっかり見てきてるわけですよね。その見てきた中で戦力外になった選手を誰が自分たちのチームの足りないところを補えるのか、もしくはまだ伸びしろあるんじゃないのかとか、チャンスあるなっていうのを見ていくかっていうとですね、1年間かけてですね、その選手たちの動向を追っかけてるわけですよ。でそうなってくると、そもそもトライアウトの良し悪しだけで判断してたら、逆にその各球団の担当の編成者の皆さんがちょっと仕事的にやばいですよね。その1試合だけの数打席、ね、もしくは打者数人に対しての成績だけで判断、さすがにやばいですよね。1年間やっぱりしっかり見てきて、でトライアウトっていうのは元気な姿を見れる、怪我してないかなとか、悪い箇所ないかなとか、そういう最終審査ですね。だからもし普通の一般の面接で言うと最終面接みたいな、もうほぼ決まりますよ、まあ、もちろんねその中で落ちる方もいますけど、ほぼ決まりますよみたいな、形で、行うのがトライアウトなので、トライアウトの中でどんだけ頑張っても正直意味ないとは言わないですけど、あまり関係ないですね。でもそんなことないやろっていう皆さん、気持ちわかります。でもこれが事実なんです。でもですね、なんと2020年今年のトライアウトは若干違います。例年よりも今日行われているトライアウトでの成績、結構重要になってくるかもわからないです。それは何でかっていうとですね、まあ、今年はコロナ禍の中で編成の皆さん方もですね、自チーム以外の11球団の、試合、見る機会なかなかできなかったんじゃないのかなと。その映像とかではねあるかもわかんないですけども、その常に張り付いてですね、いろんな球場を行き来して、昨年まで通りにですね12球団の選手をしっかり編成してチェックしていくっていうのも、さすがに今年だけを考えると編成の皆さんもさすがにこのコロナ禍ではそこまでチェックは難しかったんじゃないのかなっていうことを考えると、今年のトライアウトはその1球1打席ちょっと例年以上に
大事になってくるかもわかんないですね。であとですね、トライアウトを受けてない選手もちらほらいますよね。ロッテの大谷、 DeNA 石川とかね、受けてない選手たちいますけども、だからここが一番最初に言ったところと一緒であって、1年間、まあ、その選手たちを見てきてるわけですから、正直、まあ、実績もあったりとかある程度のことをやってる選手っていうのは改めてトライアウトに行って見せなくてもですね、その能力はもうシーズン中に出してるんで、そこを見て判断してくださいっていうところがね、トライアウトでそんな結果出してもそこまで関係ないよっていうところをね、実証しているっていうところですけども、逆にロッテのね、うちなんかで言うとトライアウトに参加してますけども、やはり怪我がちっていうところで、まあどういった今ピッチングができるのかっていうのを最終チェックしてもらう必要がありますよね。体の元気さも含めて、そういう選手たちにはやはりトライアウトっていうところで元気ですよと、まだまだできますよっていう、体的に大丈夫ですよ、不安ないですよっていうところをやっぱりその各編成の方々に見せなきゃいけないっていうところもあるんで、やっぱりその選手のね、立場によって若干変わるかなと。あとですね、そのトライアウトね、プロ野球団もそうですけども、社会人野球とか、あとは独立リーグとか、あとは台湾だったりとかっていうね、あの編成の皆さんを見てきてるんで、 NPB にこだわらずその野球を今後も続けていきたいっていう思いがあれば、そういったチームからのお誘いっていうところもあるんで、うん、そこら辺のね、編成してもらう、まあ、契約してもらうっていうところでは、トライアウトの中で結果を残していくっていうのはね、やっぱり大事かなと。さすがにそこの、あの独立リーグとか社会人野球、海外の野球の選手がね、二軍の動向までさすがに、しっかり見て追いかけられないっていうところを考えるとね、そういったところの編成の方々に対してのアピールとしてはすごく大事になるかなと。でそして、もう一つ非常に大きい役割がありましてですね、それは何かっていうと、そのトライアウトを引退試合として家族に最後の優勝を見せたいと。だからまあこの前ねツイッターでもあげましたけど、うちとかね、荻野服部とかと食事に行きましたけど、その時ねうちが言ってたのはですね、子供とか、家族に対して最後のね登板を見せてあげれてないんで、トライアウトを万が一契約してくれるところがなかった場合は、トライアウトを引退試合の代わりとして、家族に最後の勇姿を見せてあげたいと。だからそういう選手たちもやっぱり中にはいると思うんですよね、その家族に。まあね、全員が全員、まあ、最近ね引退試合も多くなってきたなっていう印象はありますけど、全員が全員ね引退試合をしてくれるわけじゃないんで、そういうねトライアウトを引退試合として家族に最後の勇姿を見せるっていうのは、やはりその節目とか次に向かうステップアップのこの切り替えっていうところを考えれば、まあ、家族にとってもね非常に大事なトライアウトになってくるのかなと。各選手によってね、参加する参加しないありますけど、いろんな人のね思いがあってのこのトライアウトっていうのは非常に意義深い、存在なんじゃないのかなと思いますね。そして今回トライアウトでやはり一番注目どころはやっぱ新庄さんですよね。もう結構年齢で、でもユニフォーム姿はねかっこよかったですし、真相坂上テレビ番組でですね、僕も出させてもらって、新庄さんのですねバリかなでのその練習風景とか VTR 見させてもらったり、話もね遠征電話でさせてもらう機会ありましたけども、どうですかね、まだまだあの年齢でねあのポテンシャルを保てるっていうのは非常に素晴らしいと思いますし、まあ僕はね今このコロナ禍の中でチームも大変な時に、この新庄さんみたいなキャラクターね、非常に必要だと思うんですよね。で新庄さんもねそういったところの自分の役割っていうのも非常に分かってる方だと思うんで、僕はワンチャン1年でもいいんで契約するっていうのも、工業的にも営業的にも、そしてまだアスリートとしての身体能力的にも面白いんじゃないのかなと。まあレギュラーねなることはひょっとしたらないかもわかんないですけども、ここ一番のダイソーもしくはここ一番の守備固めっていうところは非常にまだ可能性あるんじゃないのかっていうところで、やっぱ見てみたいっていうね、やっぱプロっていうの中ではやっぱ見せなきゃいけないっていうことを考えたら、やっぱ新庄さんの見せるっていうところは非常に楽しみだなっていうところでね、まあ、今後契約するチームが現れるかどうかをね、この新庄さん一番期待ところ楽しみかなっていうところもありますし、まあ、うちもね投げてる感じ見てたらいい形で投げてるんで、まあ、怪我さえなければねまだもう一花いけるかなっていうところもありますし、まあ、基本的にはねこのピッチャーっていうところがね契約しても、まあ、使い勝手いいっていうとね表現悪いかもわかんないですけど、使いどころとしたら非常にあのチームのマイナス部分をつかめるためにはピッチャーっていうところのね編成で取るっていうのはありかなと。まあドラフト1位でね入った選手たちも4名ぐらいねいるっていう中でですね、まあどの選手がねあの次に向けての契約を勝ち取るのかっていうところはね
楽しみでもありますし、どういった選手がね残っていくのかっていうところもありますけども、まあ総合的に言えばね、トライアウトはそこで結果残しても正直そんなに意味ないと。やはり1年間しっかりやってきた形が評価されて次に行くかどうかなんで、でもそこの中でやっぱり自分元気ですよと、まだまだ体動きますよっていう見せる部分には非常に大きい役割もありますし、今年は特に編成がね各球団見れてないと思うんで、そういった部分では今年のトライアウトは例年以上に非常に大事な成績を求められる。まあもうそろそろね時間的には終わる頃になってくると思いますけども、どういうね結果になったとしても、最後ね思い切ったプレーをトライアウトでね選手たちには見せてもらいたいと思います。ということで今回は車の中からちょっと時間を見つけてトライアウトについて語りましたけど、皆さん今回の動画どうでしたか？なかなかクオリティは高くないと思いますけど、こういうのができるのも YouTube のいいところだと思うんで、皆さん飽きずに見てください。そしてまたやるかもわかんないです。あ、それとですね、今12球団海外スカウト査定調査チェック全員で資料作りしております。近日公開です。ぜひそちらもお楽しみに。じゃあ、グッバイ。